はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。今回の単発実況は、シューティングチキン、インサニティチキンズをやっていきたいと思います。このゲームは、もう2年ほど前になりますが、ザ・ホーチプレイを制作されました、公平ギャラリーさんが新たに作られた、シューティングゲームでございます。内容としてはですね、タイトルの通り、鶏を撃つという、本当至ってシンプルなゲームなんですけれども、結構本格的なシューティングゲームらしいので、私のマウスさばきをぜひともご覧いただけたらなと思います。そして、この動画の最後にはですね、素敵なプレゼントがありますので、ぜひぜひ動画を最後までご覧いただけたらなと思います。それでは早速、チャレンジをやっていきたいと思います。はい、ステージ1、レベリーチェンジ、料理長が生きのいい鳥を仕入れてきた。元気が良すぎて厨房を逃げ回っている。成功報酬、カスタムポイント、カスタムポイント、スペースキーで武器のカスタムができます。おお、いいね、この BGM、 デスボが効いてていいですね。はあ、ははあ、こういう風にカスタムもできるわけですね。ではとりあえず開始をやっていきましょう。それでは開始。はい、これはと、これは遠山さん、いいところに来てくれました。あ、これはこの方ですね。チーフ、チーフ、この騒ぎは何ですか？生きのいい鳥を、生きのいい鶏を仕入れてきたんですが、元気が良すぎまして何羽か逃げ出して暴れているんですよ。ホールの方は誠さんが対応しています。遠山さんにはキッチンの事態収拾をお願いしたいんですよ。私が対応できればいいのですが、オーナーから頼まれている用事があるんです。また変な鶏を仕入れてきたんですね。それで私は何をすればいいんですか？そうですね、50羽以上を捕獲してください。開店までの時間もないので1分30秒で決着をつけてほしいのです。わかりました。今日のまかないは豪華にしてくださいよ。いや、すげえ、ショットガン持ってる、かっちょいい。はい、マウスで簡単操作。左クリックのショットで、鶏を素早く倒せ。右クリックのリロードで弾丸を補充しろ。はぁ、あ、はぁ、至ってシンプルですね。はい、では行きましょう。えい、おぉおぉおぉ、ほうほう。あ、この鶏はよくね、なんかネタの動画などで見る、にゃーんってなんか泣く鶏のやつですね。これ名前わかんないんだけど。おおお、泣いてる泣いてる、泣け泣け泣け。なんかこれお腹を狙えばいいのか。いいな、俺ショットガン大好きなんで、いいですね、これこのリロードいいですね。ガッチャン、コッキングっていうんだっけ。よよ、おお、ちょっ、俺マウスさばきやばくね、やばいやばいやばいって、悪い意味ではやばいです。よくはないです。はい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 、なんかできるだけこのお腹の真ん中を狙えるといいらしいです。ほほほ、えい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 、お、パーフェクト、フィニッシュ、フィニッシュ。はい、100%スクラッツ。はい、加算ポイント20更新。おー、ほうほう、結構これレベル1でこれなんだ。レベル1でこんな難しさか。チーフったらこんなキモい鶏を仕入れてくるなんてどうかしてるわね。まあどんな鶏だろうと私の相手ではないけれど。さてと、チーフには何を作ってもらおうかしら。この鶏を使った料理はお断りだけどね。遠山さん、何者なんだろうね。ウェイトレスの格好してるけどショットガン持ってるって普通じゃないよね。
そして2位ソダシちゃっかりね、まあ、ぜひともあの私タイツ好きなんでタイツのキャラをよろしくお願いします、浩平さん。はい、あでもすぐステージついちゃう、あカスタムしてねえや、あカスあかっこいい、なんだ遠山、なんだ遠山なんだ遠山じゃねえか、まだ鶏に振り回されてんのか、西川くんサボってないで手伝ってよ、うるせえな、俺はやりたい時にやる主義なんだよ、お前が頼まれたんだろ、ならてめえでなんとかしろよ、ちょっとそれ本気で言ってるわけ、ああそうそう、鶏の奴らは相当頭に来てるみたいだな、あの鶏が時間が経つと動きが速くなるから気をつけな、まあ逃げられないように頑張れよ、やべカスタムしてね、何を西川くんの白蛇者、動きが速くなるってどういうことよ、ほんとキモい鶏ね、やべ速くなるの、クリティカルポイント、現れたらスパイクをぶち抜けば高得点のチャンス、20万オーバー、マジで、はい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 、リロードするタイミングもあれだね、リロードするタイミングもちょっとこまめにしないと危ないね、これは。ほ、この焼けてるやつもなんか若干違うのかな、ポイントが。はい、はい。こんがり焼けてるよね。はいよ、はいよ、はいよ。ああ。はいよ、よ、よ。チキン野郎。はい、2枚抜き。はいよ、はいよ。いいね、2枚抜きいいね。2枚抜き ?2 体抜き、ラッシュタイム、ラッシュタイム、はい、はい、はい。あ、ちょ、あ、リロードするタイミングが。あー、ちょっと待って。リロードするタイミングがリロードするタイミングないこれこのどのタイミングですればいいんだ、はい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 、あーちょ、はい。はい、はい、はい。あ、ちょ、丸焦げ野郎。あ、ちょっと、どのタイミングで、ダメだ。ほ。全然真ん中を抜けてない。フィニッシュ。全然カスタムもできてないしな。ちょっとリロードの、あれ?リロードの、え、これクリアになったの?よう、遠山、お前全然ダメじゃねえか。お前さ、そんなんでよくデザートとか言えたな。ちょっとだけ調子が悪かっただけよ。調子が悪かったね。チーフにそんな言い訳は通用しないぜ。それは、どうしたらいいかな。さて、俺は知らね。西川くんの白状もの、白状ものだね、相変わらず。あー、もう一回しなきゃいけないのか、これ。鎮圧しろ、獲得数、クリア上限85か。リロードを早く。リロードを早く。リロードの、ポイントってそれだけなんだ。嘘。攻撃どう、ちょっともう一回頑張ります。85ね、80、はいはい、スキップです。難しいな。達成してます。操作のミッションを達成せよ。
ミッション達成するとカスタムポイントが40もらえます。あー、それをすることでももらえるのね。お腹狙います、頑張って。よっ、よっ、よっ。あ、ミスった、ミスった。ほっ。難しいな。ほっ、ほっ、ほっ。見えねえ。お腹が見えねえ。あ、逃した。逃した。お腹狙うの大変これ。ほっ。ほっ。7万5千。75万。今の段階で50万。ほっ。あ、でも。これはちょっと、あ、ラッシュタイム来るか、まだか。これはちょっとやばいぞ、ちょっと。あ、でも今、75万いた。いた？はい、はい。はい。ワス何ぼだったっけ？ワス忘れて、80だったよね。ほっ。ほっ。ほっ、ほっ、ほっ。はいよ。なかなかお腹狙うの難しいな。ほっ、ほっ。お腹が、お腹を、お腹を、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 あ、頭がない。ただ、目的は達成した。目的は多分達成したはず。全然マウスサブダメじゃないか。はいはい。あ、頭がない。あ、いけた。いけた。いけた。結構難しい。オーケー。はい。やっといけた。難しい。難しい。よー、富山、お前やればできるじゃねえか。ちょっとだけ見直したぜ。うるさいわね。手伝ってくれない人と話す口はないのよ。そう怒るなよ。怒ったお前もなかなかいけるぜ。ちょっと、そんなこと言ってもごまかされないからね。ああ、分かったよ。後でデザート食わせてやるから、機嫌直せよ。それ約束だからね。アイスクリーム特大じゃないと許さないよ。聞き捨てなりませんね、遠山さん。西川君、デザートの件詳しく聞かせていただけますか。チーフ、どういうお店なんだろうここすごい謎。おお、どうしよう。これリロードがレベルよいしょ。じゃあこれ今度 100% ですね。100% 狙っていきたい、頑張っていきたいと思います。はい。お、ヨネクラさん。あ、富山さん、ナイスみたい。あ、富山さん、ナイスタイミングです。まことちゃん、慌ててどうしたの？慌ててんのこれ。大変なんです。チーフにホールの駆除を頼まれたんですけど、鶏が思ってたよりも元気なんです。それでムキになって乱射したら、あと少しのところで弾切れになっちゃって。もう、誠ちゃんらしいわね。わかったわ。あとは私にがやっておくから、誠ちゃんは弾の充填をしてきて。わー、ありがとうございます。やっぱり遠山さんは私の頼れるお姉さんです。それじゃあ、弾の補充してきます。くれぐれも一応もう逃さないでくださいね。なるほど。完全捕獲しないとダメってわけね。一応やってやりますか。100% か。いけるかな。この範囲力複数ので巻き込みやすい。ただクリカタルが抜かりにくいため、ハイスコア向きではない。ほう。あ、弾変えられるのかな、もしかして。あ、間違えた。間違えた。あー、てい。こまめなリロード。ただお腹を狙ってない。
お腹を狙えない。えいえいえい、お腹ができてない。え、おもう、え、これ、え、100%? なんかさっきと全然違う。あ、よかった、いけた、いけた。オッケー、オッケー。はい。遠山さん、すごいです。一話も逃さないで捕獲するなんて、尊敬しちゃいます。まあ、このくらいは私にとっては楽勝ね。それに可愛い後輩のためだし。わあ、やっぱり遠山さんは私のすべてを愛してくれるんですね。ちょっと、誠ちゃん、その言い方は誤解されるから。そうやって照れるところも私大好きです。でも、私の一番はチーフなんで、ごめんなさいなんです。あれあれなんだろう、私が断られたみたいな感じになってるのは気のせいかな。持ち上げといて落とすね、この方。はい、カスタム。ちょっとリロード早くしたいんだけど、リロード、うん、はい、スコア7万5千、7万5千なら楽勝じゃない？わかんないけど。これ誰だろう？これは遠山さん。あなたは実に素晴らしい働きをしてくれますね。感謝していますよ。いえ、そんなことはないです。私はやれることをやっているだけなんで。あなたの射撃の腕は素晴らしいです。ですが、まだまだ磨ける部分は多そうですね。もっと訓練をすれば、今よりも精密な射撃ができるようになりますよ。私でもまだ上達できるんでしょうか。自分では限界までやっているつもりなんですけど。諦めてはいけませんよ。あなたには期待しているんですよ。そうですね。鶏の動きも落ち着いてきたので、少し射撃練習でもしてみましょう。そのためにはクリティカルポイントを打ち抜くことで大量の射撃スコアを獲得することが重要です。この訓練ではクリティカルポイントを打つことを意識してください。そうですね、射撃スコア7万5千以上を達成してください。焦らずに狙って打つのが重要ですよ。はい、うまくできるか分かりませんが頑張ります。はい、射撃スコアっていうのは、これを一発あたりを おいい感じいったんじゃない今の。おあんな縦回りもするんだね。これとっさに無理だわ。俺テンパる人間だからさ。ほっ、あ、なかなかいかないな今。縦回りしないな。なかなか縦回りしてくれませんね。なるほど、これでいいんじゃない？フィニッシュ。これでいいんじゃない？ OK じゃない？おー、いやー、これちょっと難しいね。頑張りましたね、遠山さん。実に素晴らしい射撃でした。でも無我夢中でやったので、落ち着いて射撃ができたかと言われると違うような気がします。そうですね。ですがそれはいつも以上に射撃に集中していたということです。悪いことではありません。ですが集中力が高まることで周りが見えなくなることもあります。それは鶏たちに隙を見せることになります。集中している中でも周囲を意識できるように訓練していきましょう。はい、期待に応えられるように頑張ります。わお。まだ逃げ出した鶏がたくさんいる。鶏の勢いが増しているが逃がしてはならない。80%の、1000万、10万、100万。スコア100万。
いけるかな。では行きたいと思います。お、西川さん。よう、遠山じゃねえか。射撃訓練はうまくやったみたいだな。まあね、私には簡単すぎたわ。そんなお前に頼みがあるんだよ。聞いてくれるよな。めんどくさいわね。とりあえず行ってみなさいよ。またホールで鶏が暴れているんだよ。どんなに捕獲しても勢いが止まらなくてよ。なんとかして鶏どもの士気を下げたいんだ。絵をするから手伝ってくれないか。仕方がないわね。そこまで言うなら手伝ってあげるわよ。さすが遠山、話がわかるやつだな。それで鶏たちの士気を下げるにはどうすればいいの？そうだな、やっぱり鶏どもの圧倒する射撃の腕を見せつけるのが一番だろうな。正確な射撃を維持しつつ、できるだけ多くの鶏を捕獲してくれ。スコア100万以上、ホールにいる鶏以上の捕獲すればきっとにいる。うわぁ、やってみるか。邪魔にならないように裏に待機してくれるかな。80の100万超え、いけるかな。えいてい てリロードしてなかった。むずー、100万超えるかこれ。お縦回転させたい。うわー、あ、来るの？ラッシュ来ちゃうの？ラッシュ来ちゃうの？ラッシュ来ちゃうの？あー、あー、そう。あ、そう、全然当たってない。あ、やばい、80切ったね、これ。これ難しいだろ、これで80とか。はい。無理だろ、これ。やばいって、これ。あかんって。ダメ。ちょっと80とか無理だろ、これ。はい。うわ、無理だこれ。80は無理だ。スコアはいったよね。あ、いった。ちょうど8。あ、すっげえ。あ、やった。ちょうど80いった。あー、危ねえ。よかったー。いけた。すげえじゃねえか、遠山。完璧に鶏どもも圧倒されてるぜ。そうね、私なんとか鶏を沈めることができたけど、日も落ちてきたし、なんだか嫌な予感がするの。確かにそうだな。鶏ども急に勢いが増してきたような感じがするな。早いとこ蹴りをつけないとやばいことになりそうだぜ。そうだ、礼をしないといけねえな。とりあえずお前にこいつをやるぜ。お、ゲットだぜ。これはショットガンの弾丸？そいつはバードショットって言ってな、通常の弾丸よりも広範囲を攻撃できるんだ。鶏どもの動きを活発になるかもしれねえし、そいつを使えば使いやすくなるんじゃないか。ありがとう、西川くん。一緒に、鶏たちをやっつけよう。はい、夕方になったが、鶏たちの勢いが止まらない。このままでは店が破壊されてしまう。わお。じゃあ、捕獲数200。
ていうことは、あれか、弾変えた方がいいってことかな。あー、遠山さん、助けてほしいです。まことちゃんどうしたの？話を聞かせてもらっていいかな。夕方になったら鶏、突然鶏が増えてきたんです。もうキモくて最悪です。鶏が増えたってどういうこと？ここに集まってくるってこと？わからないんですよ。でも急に数が多くなってきて私ではもう無理です。わかったわ。私がここで、ここは何とかするから、まことちゃんは隠れてて。鶏は200羽くらいやっつければ、あとは私でも何とかできるです。200羽以上捕獲すればいいのね。オッケー、任せといて。俺あれだね。多分弾変えた方がいいのかな。はい。どうやって変えんの？あ、これ？お。あ、ちょっと範囲広いね、確かに。ちょっとなんか無駄遣いちゃった。200は？あーって、やべえ。よっ。オッケー。あーっとって。これラッシュ来るんじゃないの？これもまた。はいよ。これダメだ、集中してしまうわ。ラッシュタイム。はい。はいはい、えいえいはいはい。200いけねえよこれ。200いく？これ200いかねえよこれ、やばい。多すぎとピーコ違う。はい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 、おやった、あそこ狙いたい。まとめて出てくんないかな。あ、うるさいうるさい、うるさい。鳴き声がうるさい、これうるさいけど面白い。この鳴き声なんか好き。よくねこれの人形を使ったネタ動画とかあるんでね、あの気になる方は YouTube で検索してください。この人形の名前は知らないけど。あと20。あと6。一球いったいった。あー、弾がない弾がない弾がない。オッケー、いったいったぜ。いったスコア。はーい、遠山さんすごいです、尊敬しちゃいますよ。遠山さんにお願いして正解だったです。困ったことがあれば私に言ってね。誠ちゃんのことは私が守ってあげるから。それにしても本当に数が増えたのね、増えてるのね。なんだかわからないけど良くないことが起こってるような気がするわ。そういえば西川さんが倉庫から鶏が出てきてるって言ってたんです。このままだとお店が大変なことになっちゃいますよ。そうね、とにかく鳥をなんとかしないと。誠ちゃんはチーフに報告してきて、私は西川くんに話を聞いてみるわ。
わかりましたです。わー、100の150 どうしようかな。そろそろ結構何ステージあるんだろうな。結構まだできそうですね。さあ、じゃあこれをラストステージにしましょうかね。単発実況なんでちょっとあまりできないんですけども、これまだまだできそうですね。石川くん、誠ちゃんから聞いたんだけど、鶏が倉庫から出てきてって本当？ああ、マジな私だぜ。逃げ出した鶏の多くがここに隠れてるみたいだ。オーナーにバレる前に早いところなんとかしねえとな。あ、これオーナーかな。今日ってオーナーが来る日だったっけ。チーフが仕入れた鶏を確認するために来るんだってよ。だからチーフも焦ってるってことだな。とにかく早くなんとかしようぜ。オーナーがブチ切れてもしたらやべえぜ。そうだね、ここは私がなんとかするから、西川くんはチーフに報告してきて。分かった、任せとき。倉庫の制圧をするにはスコア150以上で100話以上隠しすればいいはずだ。無理だけはするなよ。はい。さてと、少し本気を出さないとダメかもしれないわね。私最初から全力投球ですけども、やばいですよ。ガシャ、弾もったいねえことしてるね。回転できてないね。お腹狙ってないね。やべ、一匹逃した。最近回転できてないぞ。回転させれてないぞ。オッケー。お、ラッシュタイム。オッケー。お、そんなとこにも。おい、あー、ちょ、80体は楽勝に行くな。ただスコアだな。スコアが問題だ。やばい、お腹狙えてない。やばい。いや、全然100万いってない。ダメだ、100万いけねえ。いや、やばい。あはは難しい。あフィニッシュ。あ、65万が61万か。半分はいったけど、フィニッシュ。はーい、富山何やってんだよ。鶏どもにやられてる場合じゃねえぞ。西川くんごめん、油断したわけじゃないけど鶏の勢いに負けてしまったわ。オーナーが来るまでもう時間がないんだ。俺は厨房を手伝ってくるからよ。お前は倉庫の鶏を何とかしてくれよ。わかった、何とかするわ。いやー、はーい、ということでですね、今回の単発実況シューティングチキン、インサニティチキンズはこの辺で終わりたいと思います。いやー、なかなか難しい。あとミッションとかね、スコアタックとかいろいろありますんでね、気になる方はチャレンジしてみてくださいね。私ができなかったこのステージ7だったっけをね、クリアして、俺はできたぜみたいな、ちょっと自慢してくださいね。いやー、面白い。シンプルで楽かなと思ったら結構本格的ですね。びっくり。はい。そして最初に述べたようにプレゼント企画としてですね、今回このシューティングチキン、インサニティチキンズをですね、プレゼントさせていただこうかなと
思っております。そのプレゼントへの応募方法はですね、字幕で出てると思いますが、メールのタイトルにプレゼント希望と明記し、 Steam ID を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください。なんと先着5名にですね、こちらのシューティングチキンをプレゼントさせていただきます。当選者の発表はフレンド申請をもって返させていただきますので、ご了承ください。そしてフレンド申請が承認されましたら、私の方からギフトとしてシューティングチキンをプレゼントさせていただきますね。ぜひぜひシューティングチキンゲットして遊んでみてください。そしてね、ぜひぜひこちらのシューティングチキンを遊んで、ツイッターなどでね、遊びましたとか、公平ギャラリーさんもツイッターされてますんで、つぶやいてみてはいかがでしょうかね。はい、今回、こちらのシューティングチキン、公平ギャラリーさんより提供いただきました。誠にありがとうございます。また新しいゲームを出されましたらプレイさせていただきますので、今後も頑張ってください。応援しております。それではまた別の作品でお会いいたしましょう。じゃあねー。